痛いけど気持ちいい。痛いけど気持ちいい、はい、来ましたこれ一応当店ね、はい、叫んでる動画が多いんですがあの、そう、痛いけど気持ちいいって言われる方向けの店なんですねわー、これがすくねごめんなさい。あー、全然いいよ、いいよこの会話をちょっと摘出して痛いけど気持ちいいよみたいな使わせてもらいますからね。本当に痛みに強い感じですね、はい、素晴らしい痛いけど気持ちいいですよって言われる方系は、うん、持つ率がどうかな持たへんね。持たないかもしれない。あ、痛い方が持つんですね。痛い方がね、痛い方の方がなんだろうね、持つ気がする。でも僕のこれ受けてああ気持ちいいですよっていう方は、まあ、持つんだけれども、うんうん、それだけ結構お仕事忙しかったりとか、はい、結構体使われる機会が多かったりされる方が多いので、はい、持つのも何とも言えないというふうにはお伝えしてます、うん、一応1週間ぐらい楽になってもらえるようにははい、やってますから、はい、ぐいぐい入れられてるのも分かると思いますからね、はい、うちによく来られる方で、はい、1週間に1回来られる方がいるんですけども、はい、その人はめちゃめちゃやっぱ体使われたり気も使われるので、はい、4日5日ぐらいしか持たないぞ、おい、みつおぶなんて言われますから、ね、だから毎週来られるんですね。そういうことなんですよ。うん、だから、ね、ガスレンジの汚れも、うん、なんか1回汚れを掃除して、うん、そんなに料理しない家だったらそんな汚れないよね。あ、そうですよね。ただ油も毎日何十食何百食作ってるような料理屋さんのそうそうレストランとかだったらやっぱすぐ汚れちゃいますよね、はい、その使い方次第なんですね。あ、だからどこまでね お忙しいお仕事とかをされてるか分かりませんから、うん、まあ生活とかね、うん、家の問題もあるでしょうし。あ、そんなに忙しくしてるつもりはないんですけど。いや、分かんないよそんなの知らないよ忙しい人はそのこと忙しくないですよなんて言われる人多いかな行きますよ。良くなってきたのか、あったかくなってきました。ああ、わかる？はい、確実に血行の流れを良くしてますから何て言うのかな、一般的な人だったりとかすると、はい、ギャーとか言いながら、はい、あ、血液の流れ良くなってきて分かりました言うんだけど今ね、ちょうどね、気持ちよく受けてるからね、はい、気候の流れ良くなっていいか分かってくれるんだよね。はい、分かりました。あ、よかったよかったもうどうしようかと全てにおいてこいつ鈍感やんみたいなねいやいやいや、そんなことないんだよ、いるんだよ逆に今撮らせてもらってるけど、はい、こういう人もいるんだよっていう動画アップしたかったのですいません。あ、いやいや全然
会話使わせてもらいますありがとうございます。皆さん信用しないんですよ、あの痛がる人は、はい、痛がらない人なんているんですか先生これ受けてみたいな いるよみたいな言うんだけどね、たまにね、いや結構いる。あ、そうなんですね、うん、でも触っただけでも痛いっていう人いますもんね。おられるよ、ね、それこんなね、ぐいぐい抑えるわけですから、そら嫌がるよね確かに。帰ったら見てみてください、はい、悶絶整体っていうので調べたら、はい、すぐ出てきます。わかりました。大丈夫だね腰痛とか肩こりによく効くところでね。お尻なんですね。お尻なんですよ。というより、まあ、足の疲れが上がってくると、うん、まあ、背中の疲れになっちゃうの で特にお仕事、座り仕事、そうです、ジムです、であったらね、こうやってね、椅子にこうやってずっと座ってるとね、はい、お尻ってね、やっぱりずっと体重がかかるんですよ、はいはい、だからね、汚れが溜まりやすくなって下半身に行く血液の流れも止まっちゃうから、はい、巡りが悪くなっちゃうのね。あ、そうですよね。でそれを今改善させてるって感じですね。はい、これわー痛がる人はこれギャーって言うんだよ、一応帰って YouTube 見ますね。はい、楽しいよ。ぜひ。はい。やってる方がしんどそう。やってる方全然力入れてないよ。あ、そうなんですか。うん。そんなこんなね、ぐいぐい抑えるのを力だけでやってたら。そんな一日何もできませんよ、そんなの。できない、できない。